イエフダーベン・ソロモンハイ・アルカライ、イエフダーベン・ソロモンハイ・アルカライは、バルカン半島とイスラエルの地で活動したラビで、シオニズムの先駆者の一人である。シオニズム運動の歴史の中で先駆者というと、モーゼス・ヘス、ツビカ・リシャーなどと言われる場合が多いが、これは、本格的なシオニズムが、アシュケの事務社会の中の政治的な運動として、始まった、などと語られることが多いためである。しかし、 セファルディム社会出身のアルカライの考え方も先駆の一つである。しかし、このような視点を初めて大きく提示したのは、ラビ、歴史家のアーサー・ハーツバーグであった。エルサレムで少年時代を過ごし、カバラー主義者の強い影響を受ける。1825年、ベオグラードの対岸にある、ハンガリー王国のセレーム県ケ県ンケンと地モニのセファルディム系、ユダヤ教徒コミュニティの主席ラビになる。 彼の活動をした時代は、バルカン半島の諸民族が、オスマン帝国からの独立を目指して戦っていた時期で、あり、バルカン半島は、ナショナリズムの時代に入っていた。そのような政治的状況下で、彼やセファルディムロマニオットのユダヤ教徒社会は、ナショナリズムという新思想の影響と無縁であるはずが、なかった。1874年に、エルサレムに帰還し、その地に永住、 著書の中で、聖地での食材に必要な前提として、人間自身の努力により、イスラエルの地にユダヤ人の町や村を建設することを提唱し、食材はユダヤ教徒自身の努力と共に始まると述べた。また、民数記重症36節などが、自身の努力によるユダヤ教復興の計画を与えたと言われている。この考え方は正統派ユダヤ教のメシアは、 唯一神による奇跡的な出来事によってしかもたらされないという考え方とは矛盾したが、このような考え方は、後に宗教シオニズム的潮流が広がってゆく中、ラビの逸白ク,クックラによって蘇ることとなった。オスマン帝国のセファルディムロマニオと、その他の社会は繁栄を極めたから、時代からしてもユダヤ教徒のナショナリズムが生まれても不思議で、はい。彼は、 ユダヤ教のメシア大暴論の伝統の上に、ナショナリズム的な新たな動機を付け加えたが、しかし当時は、まだそれを政治運動として具現化する人物もなく、時代もそのような人物を必要としていなかったから、埋没していったのだ、とも言われる。この記事には、パブリックドメインである次の文書本文が含まれる。シンガー、石ドレ、エトール、エズ、ザジュー一種エンサイクロペディア、 ニューヨーク、ファンクワグノルズ、タイトルイコールは必須です。ありがとうございます。